90年代の荒廃した南大門を中心とするソウルの目抜き通り三世の貧乱は、李氏朝鮮時代に国家財政の三大要素である、伝政軍政、官政が貧乱したことを言う。伝政の貧乱は、文読、慶長の役の参加でもっとひどくなった。戦乱で多くの土地が荒廃したところに、宮坊殿や頓殿など、 免税地と両パンや土豪が操作した陰血の増加は国庫収入を激減させ、結果的に無力な農民の負担だけを過重にさせた。農民は土地一欠に多税四等を出し、それに加え三手前二と二章、大道前十二と欠作二等を出さなければならず、その上さらに様々な名目の付加税と手数料を納めなければならなかった。それだけではなく、 管理たちは荒廃して使うことができない土地にも税金を付加し、甚だしくは白紙調税だと言って空地に税金を付加することもあった。都決は、李氏朝鮮後期になって、地方の処理が公金や軍府を私的に使用して、これを微法するために、決税を定額以上にやたらに徴収したり、定められた金額より多く徴収したことを言う。白字調税は、 李氏朝鮮中期以後、管理の農民搾取現象がもたらした違法徴税の一種で、ある。実際には全然土地がないのに、仮殿石を作って徴税したり、税を付加することができない荒廃した、神殿に対して課税する場合を指す。軍政は、想定が直接兵役を支払う代わりに、軍譜を出したことを言う。英祖がこれを半減して、想定一名に、布一匹と定め、巨円税。 船舶税、陰血の血栓などで不足額を補充することにする等し薬法を施行した。しかし、もともと両藩、蒲江、藩奴は兵役が免除された上に政治後期が貧乱すると一部農民も勢力化について軍役を忌避した。反面、無力な農民を対象に高校船長、白骨調布などの強像が盛んで、前よりもっとひどい苦痛を受けた。 高校船長は、李氏朝鮮後期の軍政の兵団の一つである。秋田集大になって、三世の貧乱が極度に達すると、社会経済的な深刻な危機を蘇生するようになった。このような状況の中で、農民は伝磁に対する型な税金負荷だけでも耐え、がたいのに、軍夫の負担まで背負わなければならなかったので、彼らは流亡、または逃亡して、自給策を探すようになった。一方、 税府の徴収に対する責任を負った、地方官は責任を果たすために、手段や方法を選ばなかった。彼らは、不足額を補充するために入人に対してまで、税府徴収の対象者にした。これを、高校、船長と言い,い、このように進行した軍政の理念には極度の腐敗症が隠れていた。白骨調布は、李氏朝鮮後期に、 受け取り体制の敏乱が過熱になると弱気された、軍政上の平坦である。明ら集大になって、国家の財政的基盤だった賛成が、政治後期の敏乱と互いに、元と果てになって極度に敏乱し、農民たちは二重三重の過重な負担に苦しむようになった。そして農民たちは、流亡民、または逃亡民に変わったし、一地方の軍籍は巨母と違うことがなく、 官庁の戸籍記録上、低男の数は実際よりずっと多くなった。戸口の増加と低男数の確保で国家財政を担当しなければならなかった地方の種類は責任を回避するために手段方法を選ばなかった。その方法の一つで首謀者に対してまで税負徴収をする悪辣な手法を使った。これを白骨調布という、属印は 李氏朝鮮後期の軍政の兵舘の一つである。賛成の貧乱によって戸籍が事実上の巨母と同じになり、課税対象の出入りが自由だったが、地方主霊たちは、このような土地代帳と戸籍によって、課税の強制徴収に、あらゆる手段を使った。また国法で、氏族、李書、公焼け奴は軍役を免れたから、農民の負担は、もっと大きくなり、これを免れるために、 建政化は官画に制託するものが多くなった。税の不足を補充するために、逃亡者、死亡者、行方不明者の滞納分を親族に強制徴収したりした。これを俗印という。このため農村はさらに荒廃した。隣印は、李氏朝鮮後期に軍府を徴収する時の不正な手段の一つである。軍府負担者が管理と結託して免除を受けると、 結局その負担は弱い農民に転嫁された。このような負担を担った農民は二重の出国の中で結局土地や住居を捨てて逃げるようになった。このような逃亡者と死亡者及び流亡者の滞納分を隣人に来納させて地方の種類や役人たちは彼らの義務を逃れまた収奪する手段にした。これを隣印という。李氏朝鮮では当初より 内住市に氷菓子の長聞き所が置かれて、宮殿用の米国を年50%の利子での貸し付けを行っており、青州の治世中に長聞き所を560箇所から235箇所に縮小した。一方で、常、平町において、貧民の救済が目的で、貧しい農民に政府の米国を貸してあり、収集期に利息をつけて回収する勧告も行われたが、 利率が長聞きどころ同様の氷菓子に変わるなど、常、平町の腐敗による平坦が賛成の中で最もひどかった。反作は、李氏朝鮮後期の韓国水島関係に対する虚偽報告書である。韓国は元来貧民救済を目的に実施された太陽国制度だったが、秋ら州の時、税制が極度に敏乱するようになり、韓国は氷菓子の性格を帯びるようになった。 当期回収期と春の若津廃期に各地方の種類は、李、書羅と結託して、太陽国を回収、または、反廃したように、虚偽文書を作成し、その糧国に対して、米一国ごとに、同戦一両ずつを徴収して着服したのである。韓国は初めは困窮した農民を救済しようと、施行された無利息制度だったが、その後、常、平らそうで担当しながら、 元国に、広国という利子をつけるようになった。韓国を返す時につける広国は、はじめは春から秋までの6ヶ月の間に2割であり、利子朝鮮後期には6ヶ月に1割だった。このような広国は、元国の消耗分を勘案して策定され、今日に比べ多少小,小利だったが過酷な程度ではなかった。しかし管理が腐敗すると、貧しい農民は、春秋期に、 韓国を得にくくなったし、それにより、韓国の利子が高くなっていった。結局、春に借りて、秋に返すが、借りた穀物の半分以上を利子で払うようになった。このように6ヶ月の利率が5割を超す時に長年と、呼び、主に米が対象だったから調理米という言葉も、使われた。巨度目は、利子朝鮮末の韓国の平坦の中一つである。 前任の管理や地方の構えが決託して倉庫にある家庭国を横領着服し帳簿上では実際にあるように偽りを記載して公認管理に引き継ぐことを言う。国法ではこのような場合厳格に処罰されるように規定されているが虚偽文書の作成者と引き受け者が互いに共謀して隠蔽し韓国の兵団は国家財政の急防化を加速化させた。 地方官たちは、知りしよくに目がくらみ、我前たちの不正腐敗を阻む道理がなかった。また、報給を受けることができなかった、我前たちは、彼らなりに自然に農民たちを搾取して、さらに公金や勧告などを横領するなど、あらゆる共像をした。中央では、暗行漁師を随時に送って、地方官たちの不正行為を調査、報告するようにしたが、 個室化された悪臭を除去することはできなかった。暗行漁師は実質的に失敗した。そして賛成への貧乱は、秋ら集大に全国各地で起きた民乱の直接的な原因になった。この記述には、ダウムから GFDL または CCSA で公開される百科辞典、グローバル世界大百科辞典をもとに作成した内容が含まれています。 ありがとうございます。